株式投資、虎の穴、林投資研究所チャンネル。こんにちは、林智之です。そして今日は金曜日、虎の穴の中の虎の穴。しこり玉の整理期間を見極める方法。チャート分析のね、非常に大切な部分なんですけれども、しこり玉ですね。ちょっと前にね、高いところで買ってしまった人がいる。 これがしこり玉ですね。まあ、自分の中でしこり玉っていう言い方もしますけれどね、えー。買った後ね、ちょっと下がってしまっていると。引かされている。含み損が少しある、えー。こういうポジションですね。これね、えー、戻ったら売ってくるんですね。あ、ちょっと高いとこ買っちゃった。なんてね。えー、戻ってきたところで、えー、もうチャラでいいや。えー、逃げよう。とかね。あるいはね、えー、時間が経過して他の銘柄買いたいから、 少し損でも計画的にこうね、あの分割して平均値を下げた人はまだ落ち着いてますけれどね。計画外に無理やりね、買い増しした人なんかはね、平均値は少し下がってるんだけれども、慌てている。とにかくそういったものがですね、売り圧力になっている状況。潜在的な売り。因果玉。こんな言い方もありますけれどね。 これがね、えーまあ、値上がりを抑えてしまう。こういう現実がありますね。これがね、チャート分析と繋がってくるわけですね。えー、理屈的にね。まあ、今日はこういう話をいたします。なるほどと思ったら高評価、グッドボタンお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。えー、っと会話遅かれ。 こんな言葉があります。買う時にね、慌てて買うんじゃないよと。ゆっくりゆっくり引きつけて買うんだよと。これがね、大切なんだよと。私もこの言葉は大切にしています。ちょっとこちらのね、値動き図をご覧ください。この図は私よく説明に使うんですけれども、ベストな買い場はどこかなんてね、クイズがあります。一番安いところで買いたいなと。 こんな人は多いいと思います。B で,買いたいとでも B を狙っていると A で買ってしまって B で逆に投げてしまうこんなオチだってありますね実際ですね B から E に至るこの底練りですねここでコツコツ拾うっていうのがね渋いわけですけれどもあえて一点買いをするとしたらベストはどこかというと E ですね 上げの直前です。最安値の B は当てられない当てられたとしても本格上昇まで時間がかかります下げて最安値をつけた底練りがある初動があるやっと本格上昇に移るこういうのがね一般的な価格の推移ですねそれにね下げの末期こういうところで 最安値をつける。こういうケースだってあります。で、一点買いならいいと言いましたけれども、上げ始めてから GH。初動を確認した後の押しで乗っかっていく。こういうのだっていいわけですね。とにかく、ゆっくり引きつけて買おうと。これがね、えー、非常に大切です。もし、同じ値段だったらば、下がってきたところよりも、 その後ね、少し時間が経って上がり始めてきたところの方が絶対いいですよね。だって、まだね、えー、長く持ってないでね、疲れていないわけですから、そのポジションをきちんとコントロールして、値、えー、幅を取りに行けますよね。やっぱりね、えー、時間をかけない方がいい。今日買って明日売る。そんな狙いはね、よろしくないわけですけれども、結果として時間が短い方が いいに決ままってます、えー、でもね、まあ、過去を見てねこう安くなったって言ってね、えー、買いたくなるわけですね、えー、ところが私たちには過去のデータしかないんですで過去のデータだけを見ながら未来を考える、まあ、ここがね大きなポイントなんですけれども、えー、やっぱりね、えー、しこり玉、えー、これどうしてもね できてしまうんですね。未来のことがわからないから。えー、底練りというね、言葉を使いました。これがね、イコール、整理の期間ですね。えー、しこり玉があるんですね。で、それがね、だん,だん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 減っていくわけです。諦めて売る。あるいはね、もっといい銘柄見つけたから乗り換えようと。でとにかくね、えー、切ってくると。こういう動きでですね、あのしこりが減らないと、えー、根が軽くならない。 障害がなくならない。だから上がらない。本格上昇にはなかなか至らないということですね。ここに時間がかかるんですね。今度はですね、実際のチャートをご覧ください。こちらです。これはね、月足橋です。約30年間ですね。大きく上がったり下がったりしています。銘柄は5269日本コンクリート工業ですね。例えばここ。 この底練り、これ6年強ですよ。非常に安いところだけに限定したとしても、月足で1本が1月ですからね。これで4年です。じゃあ、ここの安値はどうだろうと。やはりね、3年間ぐらいぐずぐずしているわけです。えー、どうしてもね、えー、日々の動きを見てね、えー、明日はどうだと。まあ、こういうことをね、考えます。ニュースもね、今日はこうだった。明日はこうなるのではないか。みたいなね。 えーまあ、そんな情報に傾きますからどうしても切な的になるんですけれども、まあ、本あにねこういうね長いサイクルがあるわけですねでなんで月足を見ているのかというとですね、えー、私たちですね、えー、林投資研究所でこの FAI クラブというねこれ FAI 投資法という本ですけれども、えー、この投資法を実践する FAI クラブというのをね、まあ、かれこれ40年近くやって いましてて位からじっっくくり上がってく銘柄こういうのを見つけてね手堅く取っていこうと、まあ、こういうね手法をやっています、えー、もう一度ね先ほどの突き足をご覧くださいはい日本コンクリート工業の突き足です FAI クラブではここ2010年の3月に130円台で選びました買い選定しました本格上昇までね ちょこっとだけ時間かかっています。でもね、800円近くまで上がりましたから大当たりですね。それがまたね、8年間下げているわけですね。じゃあ今現在ね、どうなのかと。寝頃的にはいいかな、みたいな感じですけれどね。まあ、次の会話はもうちょっと先かな、と。また改めてね、どっかでね、絶対買おうと私は狙っています。 これね、この FAI 投資法、えー、ルールがありまして、えーまあ、29項目あるんですけれども、このね、1から3、えー、ちょっとご覧ください。ルール1、4、5年下げ、3段下げ完了の銘柄を買う。まずですね、4、5年下げているということが条件なんですね。3段下げというのはとことん下がっているという意味です。そして2番、 底練りの中の二番底形成を待つ。突き足で、底練りで、二番底。もう簡単にね、2年3年経過するわけです。それからですね、3番。下に来ての6連続陰線に注意。突き足で、安値で、6本も陰線が続く。どんな下げ方よと、えー、こういうふうに思うでしょうけれども、これね、えー 生理が一気に進む動きなんですよ。このね、6連続陰線見てパーッと買うわけではないんですけれども、そこで生理が進んだ。だから、その後下げ止まったらね、よーく注意して見ていようと。こんな観点があるんですね。陰線が6本、突き足でですよ。これ弱いというのは、過去を見た感覚ですけれども、未来を見据えると生理が進んだ。じゃあね、 え、買いのチャンスがあるのではないか。これは強いのではないか。こういう言葉が思い浮かぶということです。なかなかね、面白いですよね。チャート分析ね、いろんなことこう言いますけれども、まさにね、目から鱗みたいな観点はね、いろいろとあります。このね、ルールを適用して、銘柄を選んでいくんですけれども、やはりね、未来のことはわかりませんから、 なかなかね、苦労するわけです。でもね、たくさんの突き足を観察することで、どうにかこうにかね、まずまずの銘柄選定をしようと。こういうことをね、もう40年近くやっています。実績も出しています。今ね、結構下がってる銘柄がありますね。株価指数はね、再び戻ってきて、またね、2万8000だ、2万9000だ、これからね、3万円ね、また超えるんじゃないかと。 まあこういうことを言うわけですけれども、何年も何年もね、大きく下がってる銘柄っていうのはたくさんあるんですね。個別に見ると、そういうのが数多くあります。なおかつですね、全体に日本の株は割安と言われてますね。そういうね、人気がなくなった銘柄にはね、ほんとなんでこんな安いんだろうというのがたくさんあります、え。ー 今ね2020年の12月ですけれども2023年来年からね動きがさらに良くなっていくのではないかとこんなふうに思います今年もね個別に結構ね動きが出てきましたまだ部分的なんですけれどねこの裾野がだんだんね広がっていくのではないかと私は楽しみに見ています最後までご視聴ありがとうございます <music>